アスチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。星野アスカです。本日は、食べ物系ということでして、最近ちょっといただいたとても美味しそうなケーキをご紹介させていただきたいと思います。本日ご紹介させていただくのは、じゃーん。こちらです。和栗チーズケーキということでして、今もちょうど秋のシーズンですね。なので、栗が、とにかく、すごい絶対美味しい季節だと思います。で、かつ、こちら、チーズケーキ。お店の名前がね、那須で生まれた、那須で育まれた、御用邸という、はい、ケーキになります。はい、こちらね、もうちょっと名前からして、栗とチーズケーキ。もうこれは絶対に美味しいこと、間違いないと思います。では、早速、開けてみたいと思います。ああ、もうダメだ。楽しみ。ねえ、すごい。絶対美味しいと思います。じゃーん。ああ、すごーい。わ、すごい、綺麗。じゃーん。こんな感じで入っていました。ちょっと読みます。栗チーズケーキについて。クリームチーズたっぷりの生地に、優しい甘みの、和栗を加えて、一つ一つ丁寧に焼き上げました。和栗の豊かな風味をお楽しみいただける秋限定の上品な味わいです。ちょっとカットしてきますね。はい、では食べやすい大きさにカットしてきました。はい、こんな感じに切ってまいりました。美味しそう。じゃあちょっといただきたいと思います。やっぱりケーキはね、形を切って食べたいです。いただきます。うん、栗チーズケーキ。なんだろう。チーズケーキなんですけど、和栗が入ってます。でも、形があんまりあるわけじゃなくて、多分中に一緒に混ぜてある感じなので、うん。美味しい。私ちなみに、ケーキで、チーズケーキが一番大好きです。あー、甘いもの控えてるのにな。もうダメだ。美味しすぎて。いやー、なんだろう。どうやって栗をちょっと混ぜ込んでるのか、あれなんですけど、和栗の味もすごいちゃんと入っています。うん。なんか和栗がやっぱり入ってるので、甘すぎず、こう、チーズの濃厚すぎずというか、初めて食べたようなチーズケーキの味です。うん。美味しいです。うん。なんかチーズケーキとかって紅茶とかハーブティー合うと思うんですけど、このチーズケーキはちょっとやっぱり和栗が入ってるので、緑茶とかでも合いそうな感じがします。まあこれは美味しいです。うんうん、幸せです。もう、じゃあ最後の一口いただきます。うん、あー美味しい。あ、美味しかったです。ということで、ごちそうさまでした。いかがだったでしょうか。今回はね、和栗のチーズケーキ御用邸をご紹介させていただきました。とてもね、こうチーズケーキなんですけれども、和栗が入ることによって、こう和風なちょっと味がする、そんなチーズケーキでした。とっても美味しかったです。もし、良ければ、ご用邸秋限定ということでして、おすすめです。それでは、最後に、私の人生の座右の銘は、人に優しくすること、人を幸せにすること、そして、美味しい和栗のチーズケーキで、皆さんに、奇跡をお配りすることです。はい、いいなと思っていただいたら、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。そして、グッドボタンも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、またねー。バイバーイ。あー、もう一個食べようかなー。バイバーイ。